本番いきます。よーカメラオッケーオッケーガチオッケーよースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ゲーム実況や配信をやってみたい。でもいろいろ調べるとキャプチャーボードっていうのが必要らしいけど値段もピンキリ、たくさん種類があって何を買っていいのかわからない。初めてなのであまり予算はかけたくない。だけどストレス少なく実況配信を効率よく使いこなしたい方必見。2020年最新版ストリームデック機能搭載キャプチャーボード HSV321D こちらを押させてください。この動画では商品の特徴から使い方までをしっかりと解説していきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。こちらでございます。表裏開けていきます。オープン。トリセツ、こちらすべて英語でした。でも任せてください、この動画で解説をしていきます。 USB3.0 結構長いです。表裏これくらいのサイズ、7センチ、横10センチ、厚み2.4、重さ 125g。これ何ができるの？こちらのビデオキャプチャーボードは 1080p 60fps でコスパよくゲーム実況やライブ配信をするために必要なことが全てできるキャプチャーボードです。また USB3.0 高速伝送ポートにより YouTube、Twitch、OBS などへのライブストリーミングを簡単に行うことができます。これだけではございません。お好みに合わせてカスタマイズをすることができるショートカットアイコンを作成できるストリームデックコントロール機能が搭載しております。接続方法について、 PC との接続はこの USB ケーブル1本だけ、ゲーム機モニターとの接続は別途 HDMI ケーブル2本必要となります。それでは1つ目の特徴、ゲーム機とつなげることができるキャプチャーボード、こちらを紹介していきます。プレイステーション4、プレイステ5、スイッチなどのゲーム機はもちろん、スマホ、カメラなどの映像をこの本体に取り込み、HDMI ケーブルをつなげることで、初心者でも録画、配信を簡単に行うことができます。ちなみに、ソフトウェアエンコードという方式を使うため、処理をパソコンに丸投げする形となりますが、遅延は少なめです。実際に使ってみたいと思います。それでは、以下の流れで紹介していきます。1、本体を各機器に接続。OBS スタジオにゲーム画面を移す。それではまず本体と各機器に接続をしていきます。まずは USB 差し込み口と PC に付属の USB ケーブルを差し込みます。はい、 USB3.0 です。続いて別売りの HDMI ケーブルをゲーム機と本体の E に差し込みます。こちらですね。これでひとまず接続は完了です。ちなみにもう一つモニターがある場合はパスする方式、こちらがとてもおすすめです。もう一本の HDMI ケーブルを本製品のアウト差し込みます。この接続をすることで直接映像を送ることができるので、とても遅延が少ない映像を映し出すことができます。続きまして OBS スタジオにゲーム画面を映していきたいと思います。ちなみにこの OBS スタジオとは、接続先となるゲーム機の映像をこちらの本製品に取り込んだ後、録画配信を簡単に行うことができる実況者配信者の中でもかなり人気のある、流し入れている無料のソフトです。というわけでこの OBS、 もしパソコンに入ってない場合 OBS で検索し、対応するバージョンを無料でダウンロードしていきます。それでは進めていきたいと思います。ではこちらが OBS の画面です。まずはシーンを押します。続いてその隣のソースを押します。この中から映像キャプチャデバイスを選択して、設定画面が表示されますので、デバイスの欄のミラーボックスキャプチャを選択。他にこの映像系で見ていきたいところは、解像度は 1980×1080fps は出力 fps に合わせる、映像フォーマットは UIU2。ここまで来ましたら映像がモニターに表示されます。はい、あとはこちら配信開始のボタン、録画を開始することができます。以上です。こちらがキャプチャデバイスとしての紹介でした。
きまして、ストリームドックについて、はい、先ほど紹介したキャプチャデバイスとしての機能の使い方とは別に、タッチスクリーン式アイコンを押すだけでソフトを起動させることができる、要するに時短できるショートカット機能が使えるストリームデックとしての使い方を紹介していきます。こちらマジで便利です。表示可能なアイコン数は12個までですが、ページを簡単に増やすことができますので、ショートカットアイコンを無限に設定することができます。ではこちらダウンロード方法なんですが、こちらをインターネットで検索してください。概要欄に貼っておきます。ダウンロードが終わりましたら、あとは簡単、とても直感的です。事前に用意されているアイコンの中から自分が使いたいと思ったものをドラッグ&ドロップ、本当これだけで完了します。例えばお気に入りのショッピングサイト、自分の X、インスタ、YouTube、また他にも頻繁に遊ぶゲームソフトを登録することで、効率よくショートカット起動することができます。そんなわけで毎回煩わしいアプリ起動、これらをショートカットすることができます。時短ができます。他にも面倒で覚えることが難しいキーボードのショートカット、こちらも一度登録をしてしまえばワンボタン起動ができます。よく使うソフト、例えばイラスト作成、写真加工、映像編集、こういったソフトにも応用が効くので、ワンボタン登録をして効率化を目指すこともできます。他の使い方として便利だなと思ったのは、オーディオ、音の上下ミュートボタン、あとは配信をしている方は音楽や効果音、これらをアイコンとして割り振ることで、ワンボタンでお好みの音、または音楽、バックミュージックを再生することができます。ちなみにこの本体の液晶画面に静止画や GIF、なんと表示させることができます。お気に入りの写真やイラスト、自分だけのストリームデッキを作ることもできます。機能搭載キャプチャーボード、いかがだったでしょうか。設定が比較的簡単、コスパがいいキャプチャーボードを探している方はもちろん、直感的な操作で時短が簡単にできるストリームデック機能、こちらもすぐ使うことができるゲーム実況やライブ配信を始めてみたい方、嘘でしょ、本当に、まずはお試しでやってみたい方、特に初心者に超おすすめな商品となっております。激推ししたいキャプチャーボードでした。監督ラマの監督でした。また次の動画で会いましょう。まさかキャプチャーボードとストリームデッキ、これ一台で合体するとは思わなかった。めっちゃおすすめ。マジでおすすめ。ゲーム実況や配信をやりたい。あまりストレスなく。いて。再生タブを、コスパがいいキャプ、コスパがいいキャプチャーボードを探している方はもちろん、直感的な操作で時短ができる。時短が。